皆さんこんにちは、いきまいプラス庭光代です。天気が優れない日が多い季節になりました。突然の大雨や雷など急な天候の変化が発生しやすい時期でもあります。お出かけの際には天気予報を参考に、天気が崩れる予報が出ているときは傘を忘れず、自宅は雨戸をしっかりと閉めておきましょう。今回はご覧の項目をお伝えします。今週の一押しは我が家の防災メモ第2弾、災害時の自助、共助、公助、それぞれに関連する取り組みについてご紹介します。まずはじめに公助です。公助とは市や消防、警察などの公的機関による救助、援助を指します。6月2日に行われた令和6年度水防訓練、可児市では平成22年7月に発生した豪雨災害で市民の尊い命が奪われたことを教訓に、翌平成23年から毎年6月に水防訓練を実施しています。近年全国で発生する風水害は激しさを増しています。市ではこの水防訓練を災害発生時の指揮連絡系統の確認や各機関の連携強化、実際の用具を使用した実動訓練などを通して参加者の防災意識を高め、減災につなげる取り組みの一つと位置づけています。今回は特に情報の伝達に重点を置き、岐阜県統合型 GIS というシステムを活用して訓練を実施しました。ご承知のように 7.15、 たとえ市民の命をなくした、決して二度と繰り返さないということを年1回きちっと確認し、そのための訓練をするというのが趣旨でございますので、訓練には市長をはじめとした市の各担当職員や関係機関が参加し、市役所内に設置した本部と避難所、各職員の持ち場に分かれ、災害への対処や用具を使用した訓練、本部への報告連絡の訓練を行いました。午前8時半に本市に土砂災害警戒情報が発表されました。現在災害対策本部を立ち上げています。本部、避難所、現場に分かれて訓練を実施しています。関係機関としましては、可児警察署、南消防署、市消防団、市建設業協同組合、可児造園協同組合、フレビアが参加しています。本部では県域統合型 GIS を活用した情報の報告と指示の共有訓練を行います。県域統合型 GIS とは、岐阜県域の行政情報や地域情報を公開しているインターネットの地図サイトになります。可児市ではこのサイトの機能を利用して災害時の情報を集約するシステムも導入しています。県域統合型 GIS の導入のメリットは、市民からの情報や現場からの情報、避難所からの情報を県域統合型 GIS に入力することで、本部だけでなく他の職員にも一括で情報を共有することができ、情報の吸い上げや指示の伝達が迅速になります。
この GIS をきちんと動かすことと同時にそれが動かさなかった時にどういうふうにそれを担保していくかということが両方課題になると思いますので、今後とも皆様にお力添えいただきますようにお願いいたします。本当にありがとうございました。ご苦労様でした。今日はニットクスパークテックの方で土のう積み訓練とあと排水訓練の方別で行ってましたんで、まあ、災害時、まあ、市民が生命財産を守れるように対応したいと思ってます。まあ、そうですね、災害は、まあ、いつ起こるかわからないんでそういうのがすぐ対応できるような訓練になっていくといいと思って、はい。今までよりはやはり情報の共有っていうのは一括でできるようになって、そこの便利さっていうのは皆さん気づかれてるとは思います。次は共助です。共助とは地域やコミュニティなど周囲の人々が協力して助け合うことを指します。可児市では共助への取り組みとして災害に対する正しい知識や技能を取得し、地域の防災訓練や研修会を通じて住民への啓発活動を行い、災害時には救護救援活動を担う防災リーダーを養成しています。平成24年度の制度開始以来およそ400人の防災リーダーを養成しました。令和6年度もご覧の要件で防災リーダー養成講座を実施します。防災の第一線で活躍する研究者や関係機関、防災ボランティアを講師に招き、防災の基礎知識を身につける講義から実践的な個別ワーク、実習までを全4回の講座で学びます。受講者はすべての講義に出席し、防災士の資格取得試験を受験することができます。受講のお申し込みは7月1日月曜日から31日水曜日まで、防災安全課または連絡所に申し込み書を提出してください。最後に自助です。自助とは災害が発生したときに自分や家族の安全は自分で守るということ。前回ご紹介したローリングストック方式を活用した食料の備蓄や防災用品の準備、自宅の災害対策などのほかに、実は災害発生時の健康管理も自助の範囲に含まれるんです。食事に洗濯、入浴、トイレなど災害時の水の確保は重要な課題ですが、歯磨きをはじめとした口腔ケアは後回しにされがちです。しかし被災後の安定しない生活の中で栄養状態が悪化し、さらに口腔ケアまで怠ると細菌の増殖によって肺炎やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、風邪などの呼吸器感染症を起こしやすくなることが知られています。お手元に歯ブラシがないときには少量の水やお茶でブクブクうがいをしたり、清潔なハンカチやティッシュで歯の汚れを取りましょう。また唾液には口の中をきれいに保つ働きがあります。耳の下、頬、顎の下を手で揉んだり温めたりして唾液を出しやすい状態を作ることも口腔ケア対策の一つです。いざという時に困らないように避難袋の中に歯ブラシ、液体歯磨き、シュガーレスガムなどの口腔ケアグッズを足してみてはいかがでしょうか。今私たちにできることは災害に備えることです。家族でいざという時どう行動するのか話をしておきましょう。最後に掲示板です。ご覧の項目についてお伝えします。国などが行う各種統計調査に従事する統計調査員を随時募集しています。自分のペースで活動できるため主婦や定年退職した人などが活躍しています。直近の調査は令和7年2月の農林業センサス、令和7年10月の国勢調査です。
詳しくは広報情報課にお問い合わせください。夏休みに親子で下水道について学習できる見学会に参加しませんか？普段見ることができない地下通路の探検や微生物の観察、水の検査の体験や下水道クイズなどを実施します。開催日は8月3日土曜日と17日土曜日の午前9時30分から正午まで。場所は各務原浄化センターです。対象は小学4年生から6年生とその保護者、家族で、定員は各回先着15組です。申し込み期間は7月1日月曜日から26日金曜日まで。岐阜県浄水事業公社窓口または電話でお申し込みください。国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方は、申請により納付の免除、猶予を受けることができます。令和6年度分の申請は7月1日から受け付けます。市役所国保年金課窓口での申請のほか、マイナポータルからマイナンバーカードを利用した電子申請もできます。窓口で申請される場合は基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認ができる書類、失業により特例免除をご希望の方は離職票をお持ちください。偽電話詐欺の被害を防ぎましょう。被害防止の3つのキーワードは、電話やメールで未納料金、パソコンウイルスや電子マネー、振り込んだらお金が戻ってくる。これらの言葉が当てはまるときは詐欺を疑いましょう。一旦切って警察などにご相談ください。この間トレッタ広場で買ったナスがとっても美味しかったです。今旬の野菜や果物がたくさん並んでますね。暑くて食欲がないなって時もありますが、旬のものを取り入れて夏バテしないようしっかり食べて元気に過ごしてくださいね。さあ次回の行きまいプラスは、ニュース蟹市の出来事や広報斜め読みをお送りする予定です。ぜひご覧ください。それでは今回はこれで失礼します。